何がでやんしょ。なぜチャチャたちは次々と関門を突破できるのだ。不思議でやんす。いつまでも失敗を繰り返しているとどうなるか分かっておるだろうな。名前だ。立派な橋はかかってたみたいですけどね。壊れてじゃ意味ねえよ。ひねちゃん、他に道はありませんね。この谷を渡る以外には。ちっしょ、どうしよう。これでは橋は橋でも橋だけなんちゃって。しまった、最悪のダジャレだ。しょうがねえよ、ちゃちゃ、本気で飛んで渡ろうぜ。そうだ、橋なんかなくっても私たちには魔法のほうきがあるもんね。よかった、聞いてない。そういうことで乗っけてくれよな、ダジャレの下手なシーネちゃん。やっぱり聞いてたんですね。結構深いね。おっかないよ。下を見ないで。ダジャさん、ダジャさん、しっかり運転しろ。僕のせいじゃないってば。ダメだ、すごい乱気流でほうきじゃとても渡れません。やっぱり橋がないと無理か。チャチャ魔法、うん、やったー。チャチャさん、やりましたね。ありゃ半端、精一杯やったんだけどな。でも大丈夫大丈夫、こうやって入れよ橋、入れよ橋、入れよ橋、入れよ橋。なるほど、素晴らしいな、チャチャさん、可愛らしい魔法ですね。これならすぐに向こうに渡れますよね。入れよ橋、入れよ橋、あれまるで、ほらほら、入れよ橋、行って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 よ。いやー、いやー、いやー、うまく気流に吹き上げられたんですよ。よかったー。わかったじゃ。さて、どうする。振り出しに戻っちゃいましたね。そこの3人のお坊ちゃん、お嬢ちゃん、もしかしてこの谷を渡りたいと思ってないですか。だったらこの気球を買ってくれでやんす。地球ってそんなオンボロっちいので飛べんのかよ。なんだか超怪しいやつが登場しましたね。これを見てくれです。高性能分子化エンジン搭載でやんす。この谷の気流などへっちゃらです。それに今ならなんとお値段がたったのタダでやんす。お買い得です。やったー、タダだー、タダなら買える。ますます怪しい。さらに本日お買い上げの方にはこのフルーツなおやつとジュースが飲み放題だっぷよ。この二人どこかで。ここにサインでやる。あや、すごいよ、うめえぞ。ダジャレの下手なシネちゃん。わーい、そんなそんな、いらっしゃい、またです。怪しいと思うんですが。バカめがまんまと引っかかったでやんす。これでちょっともうおしまいだす、ぷい。乗ってけ乗ってけ乗ってけ、気球に楽ちん楽ちん、おーやれも。一気に大魔王の城まで行っちゃうわよ。乗ってけ乗ってけ乗ってけ、気球に楽ちん楽ちん、おーやれも。いいや、バナナちょうだい。おう。なんか変な音しません？何の音？その時計のような。時計の音？あ、これかな。ガチャさん、それは資源爆弾ですよ。嘘、これがただの時計よ。ほらほらね、ほらほら、ほらね。やっぱり、やっぱり怪しかったんですよ。悔しい。ジャジャさんを守れなかったことを深くお詫びいたします。あれ、助かった。でもどうしてこんなところに丸太が。じいちゃん、危ないところじゃったな。
じいちゃん何してんだこんなところで。もう、なんで丸太なんか持ってるんですか。持って、その後ろにある丸太の山は。いや、これ、隠すな隠すな。本当は僕たちのことを心配して来てくれたんですね。ありがとう、おじいちゃん。いや、まんざらそうでもないじゃが、そうと言えんことはないような。本当に助かりました。はい、いや、失敗したです。こうなったらあいつに任せろでやる。ここも昔は美しい谷じゃったのじゃが。へえ、そうなんだ。きっと立派な橋もあったんでしょうね。誰が壊したのかしら。とんでもねえ悪いやつがいるもんだぜ。ドタイ魔王の仕業よ、大魔王のバカ。何、地震。ガロック、なんだあいつ。ようやく狂ったな、ジジイ。待ちくたびれたぞ。お前たちは向こうへ行ってなさい。え、だってよ。早く。はい。ゴロック、貴様、わしが今どんな気持ちでいるかわかるか。わしは今日までただただ貴様への復讐のことだけを考えて生きてきたのだ。くらえ。あ、じいちゃん。ガロックよ、それで気が済むのなら何度でもやってくれ。綺麗事を言うな。どうしたんだよじいちゃん、やっちまえよ。リーアのおじいちゃんってあんなに弱かったの。泣けねえだろ。ごめん。許してくれガロック。このぐらいでわしの怒りが収まると思うとるのか。覚悟はいいな。やめろ。孫が助太刀とは泣かせるわい。いや、やめんかい。そうはいくかよ。今私たちにできることは魔法で手を出すんじゃない。じゃあ応援しましょう。フレフレリーヤ、フレフレおじいちゃん。うざったいガキだ、先に始末しやる。やめろガロック。いや、早逃げんかい。じいちゃん。おい、かん。じいちゃん。ガロック。おお、なんてこった。しろ、今助けるぜ。リーア、リーアよせ、話すんじゃ。ねえ、聞かよそんなこと。リーア、おじいちゃん、出よ、ホッキー、カリー、逃げよ、ロン、大成功。まだリーア、やった。リーア、じいちゃん。オーライ、オーライ、発車オーライ。じいちゃん苦しい。ガロックよ、生きてても死んでても返上せんか。ガロック、じいちゃん、あいつは何者だよ。すごく凶暴なやつですよね。友達じゃよ。友達？いきなり襲いかかる友達なんかいるかよ。
わしが悪いんじゃ。わしが全部悪いんじゃ。わしは金輪際人の心を踏みにじるような真似をしたことはなかった。ただ一度あの時を除いてな。あの時？その頃の谷は緑あふれる美しい谷じゃった。この橋はガロックが中心となり、長い年月をかけようやく完成したものじゃった。城の要となったこの橋の完成に国中は大喜びじゃった。もちろんわしも大いに嬉しかった。当時わしは怖いもの知らずの将軍、ガロックは国王から橋守を仰せつかった。互いに仕事は違ってもわしらは親友じゃった。じゃがあの憎き大魔王が城を乗っ取ってしまったのじゃ。おい、セラビーを逃がすな。セラビー、こっちじゃ。ここはわしに任せろ。早橋を渡るんじゃ。片付けない。姫は頼んだぞ。必ず。この橋を渡らせるわけにはいかん。なぜする。やめろ。ガーロック、許せ。この橋は、この橋はわしの子供同然なんじゃ。お前も知っとるじゃろう。この橋を架けるのにどれほど苦労したかを。すまん、ガーロック、すまん。踊れ。橋を壊したおかげで追手は道が断たれ、それ以上追って出てくることはできなかった。じゃが大魔王は悲しみに暮れるガロックの心につけ込んだのじゃ。橋がガロックよ。お前のその憎しみをわしが大いなる力に変えてやろう。たった今からお前は魔族だ。目を開けろ、ガロック。憎め、もっと憎むのだ。それがお前のパワーとなるのだ。武器を取れ。チャチャを倒せ、チャチャを倒せ、倒すのだ。そういうわけだったんですか。悲しいお話。わしにできることはもう一度橋を作ってガロックに許してもらうことじゃ。それで丸太を持ってきたのか。わしはガロックを信じている。奴は本当は悪い奴ではない。おお、ガロック、無事じゃったな。当たり前だ。貴様をわしの可愛い橋同様にこの谷底に叩き落とすまではな。違うの、誤解なの。おじいさんは橋を直しに来たんです。丸太も用意してるんだ。やかましい。しまった。今行く。バカめ、自分から飛び込みおった。こりゃドロドロの溶岩だぞ。谷の底はこうなってたのか。肩よらんでくれ。じいちゃん大丈夫かよ。なんのこれしき。お前たちは。僕らの方は何ともありません。リアもチャチャさんも。チャチャさん。え、チャチャ。私はここよ、ここなのよ。チャチャさん。なんたることじゃ。
なかなかしぶといやつじゃ。だがそれでは身動きできまい。そこでチャチャの最後を見届けろ。やめろ、子供に手を出すな。やかましい。ガロック、心まで魔族に支配されてしまったのか。姿が見えまい。だがわしには見える。見えるぞ。あ、ガードシールド、シールド、あ、見事だ。だが次はどうかな。丸くなって肩を組め。え？いいから言われた通りにするんじゃ。はい。崖の上まで出たら飛び降りるんじゃ。出た！今です！やりましたよ。谷の反対側に渡りました。よかった。ぐるぐる、ガロック、大丈夫か？聞こえるか？あの時、わしはお前のことをまるで考えていなかった。ただ、姫を守りたい一心で。姫を？あの時、近衛隊長のセラビーが赤子の姫を抱いてわしの前を逃げていったんじゃ。それで、橋を壊したのか？理由はどうであれ、もう少しわしに思いやりがあれば、お前に悲しい思いをさせずに済んだものを。そうだったのか。それを知らずにわしはお前を憎むだけじゃった。ガロック、わしはもうダメだ。力も尽きたよ。お前を信用できんかった報いじゃな。ガロック、どうしてあの子供たちがいくつもの恐ろしい関門を乗り越えてここまで来れたと思う？ん？それはな、あの子たちはどんな困難な時でも決して諦めることをしないからじゃよ。わしのとっておきのパワーを見せてやろう。
ともどうなっちゃったのかしら。もうこのまま。大丈夫だって。うちのじいちゃんの底力はすごいんだぜ。本当に？あ、本当です。本当？あたたたたたた。もう少しソフトに登れんのかい。やかましい。何がとっておきのパワーじゃ。歳を考えんか、歳を。ああ、そう言うな。じゃがまだパワーは残っとるぞ。お前と二人で新しい橋を架けるまではな。そうだったな。よかった、あの二人仲直りできたみたい。な、なんだね。城だ、城が見えますよ。あれが大魔王の城ね。大魔王、今行くぞ。ところが森に住むタヌキたちが私たちのコインを狙ってあの手この手でバカそうとするの。このコインが一体何の役に立つのかしら。とんでもないコインの秘密が明かされる。次回、タヌキ合戦ブンブクシャガマ。